海、犬飼氏は、海、犬飼を、死の名とする氏族。犬飼部は犬を用いて、旧門、山和朝廷の直轄領である三宅などの主営にあたる、品部であり、海犬飼は、県、犬飼、若犬飼の、あずみの犬飼、新、犬飼連、あたみて犬飼と共に、これを統率したともの宮やつこ族の一つである。海、犬飼氏は、 わたつみ面積命の光栄を称したわたつみ族に属する地義系士族であずみ氏と同族とされる。海部の一部を割いて設置した犬海部の友の宮津子氏族で犬海部を設置した際に海氏を盗賊していたあずみ氏の一族をその友の宮津子としたものと想定される。生は連であったが発色の,の生の制定により少ねに改正した。645年の木の富の変で 海、犬飼正マロが、佐伯木根馬炉、葛城の若犬飼の阿弥陀と共に、蘇我ルカ暗殺に参加した。684年、発色の性の制定に伴い、685年に、スクヌ星を与えられている。万葉集巻、第6、996番には、奈良時代の734年、聖武天皇に王将して、天皇の世を称えた海、 犬飼岡マロの和歌が収録されている。740年の藤原博次の乱の際に、海犬飼500位が、政党軍の軍曹として、藤原博次の従者二十数人を連行している。その他の海、犬飼氏としては、天平年間、729年から749年に教示であった海県、関連広たり、神語慶運2年に、東大寺社教書巡る氏となった海県、 関連公主らがおり、無税の者のとしては、天平8年7月29日の内市所長に名の現れている海、犬飼豊かと、天平9年の河内国大税府死亡人状に記された同国の古種、海、犬飼マロラがいる。筑前国中軍アマザトが根拠地の一つで、この地位が七津宮家に隣接していることから、七津の宮家の主営に当たっていたことが想定される。 宮城十二門には、安価門として、名前を残している。これは、十、悪多章の記述により、最初に造営した氏族の名を検証したものだと言われて、北が、井上るの説によると、もへき門、高家門のような例からわかることとして、アスカイタ武器具で十二門を守り、イルカ中伐に参加した氏族の名前を門号に、残したのでは、とされている。 佐伯や力夫はこれを発展させ、十二種族が、おののの名前に由来する門を敬語したのは、軍事的、全部的職償に基づく伝統で、古くから天皇に禁じしたことを示しているのではないか、としている。また、大林多良は、犬海部の中には会人員を兼ねる者も,も存在し、犬の飼育に魚を食べさせていたのではないか、それが海、犬海師であったのではなかったのか、と述べている。 ありがとうございます。